4人の皆様、どうもありがとうございました。ありがとうございました。もう、本沢さんは みんなも見れる天気図の話、それで、荒木さんが、積乱雲ゲリラ豪雨の話で、天気予報の話、神様視点の宇宙の話、もうたった気象学っていうそれだけのキーワードなんで、これだけ多様な世界を見せていただいたっていうところがすごくびっくりです。でですね、ここでクロストークをしようと思ってたんですけど、ちょっとですね、まだ僕の中で今村さんの神様視点の要因がちょっとくすぶってまして、こっちからのみんなは割と地球の上の地べたを這いずり回ってる視点なので、今村さんの視点から見て、この他の気象学者に質問というか疑問とか、なんかそういうのってありますか？今村さんから、例えば茂木さんとか、はい、あ、そうですね、じゃあ茂木さんに、じゃあ皆さん立っていただいて、あ、はい、じゃあ茂木さんに、梅雨前線って、はい、いつからあるんですか？いつから？神の視点ですね、はい、5月からとかそういうのすごい、何万年前とか何年、はい、はい、いや、はい、それを聞かれたことないし、ちょっと考えたことないですけど、でも今パッと思ったのは、大陸ってすごい昔は一つだったのかっていう話ありますよね。だから大陸が今の分布じゃなかったら梅雨前線ないだろうなっていうのはあるんですよね。でそもそもチベット高原がないとできないって話が大元にあって、うん、じゃあインド大陸がガンってぶつかってなかったらまずできてないんだろうなっていうところが出発点としてはあるのかもしれないですよね。でも神の視点すごいですよちょっと打ち抜かれてやばい前から、はい、ちょっと知りなさい、大陸できたぐらいっていう回答でいいんですかね、分かれたぐらい、大陸の分布が今の感じになったら、その叱るべき状態、舞台設定ができるだろうなっていう、っていうことなんですね、はい、登場人物揃うなっていう、いやびっくりしました、びっくりしました、じゃあ、引き続きなんで、せっかくなんで、今村さんから、はい、荒木さんとか何かありますか？あ、はい、じゃあ、ゲリラ豪雨って、まあ、いつからってんじゃないんですが、最近すごい聞くようになってきたんですけど、いつ頃から言われるようになった なんか昔はなかったわけじゃないんですよね。その辺どうなんですか？はい、ゲリラ豪雨っていう言葉は1969年ぐらい、まあ、60年代に、気象庁の職員が命名したっていうふうに言われています。で、当時は今ほど観測網が発達していなかったので、そもそも観測すること自体が困難な豪雨っていう、まあ、突然襲ってくる豪雨っていう話だったんですね。でただ、それからまあ観測網が充実してきて、ある程度その存在自体は明らかになってきたんですけれども、その頃から、予測することが困難な、まあ、突然発生して予測することが困難な豪雨として、認識されるようになってきています。で、まあ、ただその最近はその、まあ、2008年とか、まあ、そのぐらいからマスコミの方が結構いろいろゲリラ豪雨ゲリラ豪雨って言うようになってきてるので、多分視聴者の方とか会場にいらっしゃる方も何でもかんでも突然降ってきたらゲリラ豪雨って言われてるかもしれないと思っていて、それ私非常に悔しい。実際予報やってた立場からすると、せっかくめちゃくちゃ苦労して心臓が縮み上がる思いで作った情報を見てもらえずに当たってんのにゲリラって言われるのは非常に悔しいですね。ぜひ皆さん気象情報を見て、ゲリラじゃない豪雨だよっていうことを、こいつはゲリラじゃないよっていうことを、ちょっとゲリラ豪雨、ゲリラじゃないのにゲリラって言うっていう、まあ、要はあたり、さっきテレビの方にだいぶ切り込んでた佐々木さんの話も、それ実際どうなんですか？やっぱりそういう現実ってあるんですよ。ゲリラ豪雨じゃないのにどんどんゲリラっていうとかあります。結構ある、ね、全然予測できてるし、うん、実際私たちが会社相手にこう出す提供する雨の予測ではちゃんと出してるんですよ。何時から何時っていう細かい時間です。なのに何時そういうレベルで出します。1時から3時とか、そうです。で、うん、出しますが、自分たちで天気予報を見てると、なんか自分がまるでこのゲリラ豪雨は予測不可能だからもう無理みたいな、もうそれ以上やりませんみたいな感じになってる。予測する側が諦めちゃう、諦めてんじゃないかと思われるぐらいの感じになってる。はい、
あ、また口に近づいて、あの言葉に潜んでる意識の問題だっていうのが荒木さん最後言ってましたけど、それ結構やっぱ予報士レベルの人でもやっぱどっかそういうところがある。あ、まず多分勉強しろって、私自分も含めてですけど、勉強しろっていうのは本当にこんなに研究進んでるのに、こんな最前線があるのに、なんかすごい昔のまんまで考えてる。で、昔はゲリラ豪雨っていう風に言われるぐらい掴みどころがなかったかもしれないけど、もっともう数値予報だって精度上がってる、なんか可能性がもう広がってきてるのに、なんでそこ言わないのみたいな、うん、感じがある。いや、僕ら研究者自身もあんまりその予報士の人とやり取りをする機会がないです、意外となかったっていうのは、はい、佐々木さんに会っては最近僕が思うようになったことで、佐々木さんみたいな人がどんどん増えたらもうちょっと変わるなっていうのはすごい今期待してるところですけど、そう、だから実際スクールとかで、まあ、気象予報士講座やってるんですけど、そこでもただこう予報士の資格を教えるんじゃなくて、なんていうかほら、合格するための勉強っていうんじゃなくて、こんな面白いことが世界が広がってるってことをなるべくこう伝えるっていう方向での授業にしてますけどね、はい、今コメントで予報選手頑張れっていうコメントがあとですね、割と特定個人の気象予報士の名前がコメント流れてるんですが、別にその方に対して我々文句あるわけじゃない、一般論として話してるだけなんで、まあ、その辺ご了承くださいと、まあ、世界が広がるっていうのは、いやちょっと今日最後今村さんでびっくりしたんですけど、はい、宇宙まで行けるのかっていうのはちょっと ビビりましたよ、ね、宇宙どころか生命の発生も決めてましたからね、僕もそこまで行けると思ってなかったんで、ね、最後あそこまで行っちゃうなと思って、私むしろそっちから入ったので、うん、はい、はい、いろいろいろんな入り口があるかなと、いやすごい入り口でびっくりしました。いや元気があればどこまでもじゃないですけど、うん、気象学あったら宇宙まで行けんだみたいなのがすごい最後のメッセージで、まあ、僕は世界中は行けるなって思ったんですよね、気象学知ってるとどこの地域も、まあ、共通言語として語れるものがあるなっていうのはすごい思ったんですけど、宇宙まで飛び出せると思ってなかったんで、風が宇宙にも存在してるって知っただけで世界全然広がります。そうですよね、例えば今見てるような雲と同じようなものが、例えば昔の地球だったらどうだったんだろうとか、他の星でどうなんだろうと、でやっぱ見てるうちになんか他の星にいる気持ちにもなってくるし、まあ、いろいろ、なんかどやっぱこうロジカルにどんどんこう放送を広げていくっていうのは面白いし、すごく大事だと思います。あ、どうもありがとうございました。はいはい、そしたら最後ちょっとまとめで、皆さんから一言ずつコメントをいただきたいと思いますので、まずモテサクさんから皆さんに向けて一言。はい、ありがとうございました。まあ、気象情報を見るときにお天気お姉さんがメインじゃなくて、その後ろに映ってる彼女、まあ、彼らがメインになったらもっと全然面白いエンタメに気象情報自体もなっていくんじゃないかなと思うんで、そんな風に見てもらえたら本当に嬉しいです。ありがとうございました。じゃあ荒木さん一言お願いします。まあ、今日はゲリラ豪雨の話をしましたけれども、皆さん結構雲の写真とか、まあ、綺麗な雲が出ていた時に写真撮られる方多いと思います。でそういった時にまあ、そのついでにですね、気象情報もぜひ見て、まあ、中継報とか、まあ、その雨がどこで、その雲がどこで雨を降らしているかとか、そういったこともぜひ一手間かけて見てみると、まあ、防災にもつながりますし、まあ、興味も広がると、まあ、そういう意味で、まあ、いろいろ世界が広がると思います。まあ、ぜひよろしくお願いします。幸せの未来に向けて笑顔ですね、笑顔の未来、はい、手を上げて、手を上げて笑顔の未来に。佐々木さん、皆さんに一言。モテザキさんが言ってた空で展開されてるドラマをですね、なんとかこうあらすじも面白い、そして予告も面白いっていう天気予報を今後できるように私も頑張りたいと思います。私も勉強さらにしたいと思います。どうもありがとうございました。じゃあ最後今村さん、神様視点で、はい、空に見上げる雲の形とか、あるいはこう頬を撫でるこう風の心地よさとか、もうそういったものをこう突き詰めていくと、もう自然とこう春が彼方まで行かざるを得ないと思うんですね。ですので共に参りましょう
どうもありがとうございました。さあ最後ですね、ちょっとお知らせをさせていただきたいと思います。まずですね、茂木耕作さん、著書の方、梅雨前線の正体と、天気と気象について分かっていることいないこと、オンラインで見てる方はネットで買えます。それからですね、町外に来ていただいている方、物販のコーナーで売っています。しかもモテ作さんのサイン付き、そしてこのモテ作 T シャツもサイン入りで販売してますので、ぜひ物販お立ち寄りください。あとですね、よいしょ、はい、こちら、天気の基本を知ろうという本がありまして、すいません、金町、こちらがですね、この佐々木京子さんの、も一部執筆されております。時々動画で出てきました竜巻発生装置だとか雪の結晶の装置、あっち雪の結晶の装置、あれのですね、実験展示もやってますので、こちらもご確認、ご覧くださいと。最初ちょっとこれ、で最後にですね、こちらの荒木健太郎さんの、今年の夏発売する予定のですね、雲の中では何が起こっているのかという本なんですけど、これのお試し版をですね、100部限定で刷ってまいりました。これ物販のコーナーで無料で配布してますので、ぜひ、お受け取りください。普通の著書はですね、口絵だけカラーなんですけど、全部フルカラーで刷ってきましたので、ちょっとお金かかってます。これ無料で100部だけ配布してますので、ぜひここにいらっしゃる方、漏れなく受け取っていただければと思います。はい、それでは皆様、ここまでどうもありがとうございました。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 忙しくて全然できてない。大丈夫。